はい、皆さんこんにちは、アドブロです。今回はダイアデムの新型ラケットであるエレベートツアー V3、 こちらのインプレをお届けいたします。デザインに関しては98と共通になっています。まあモデル名のところですね、ツアーっていうのが記載されているのが、まあ唯一違うポイントかなというところですね。ですのでここではまあ割愛させていただきたいなと思います。スペックについてなんですが、フェイスは98平方インチで、重さがシリーズでも最も重い 315g、 バランスが315となっています。まあスペック的にはですね、前作と特に変更っていうのは行われてはいないです。長さが27インチ、そして RH はですね67で、これもシリーズの中で最も高くなっています。最も重くて最もフレックスが抑えられている、まあ一番硬いフレームという形になっているので、まあ、一番パワーが出るんじゃないかなというそんな予想ができますね。でストリングパターンは 16×20、 フレーム厚が 21.5 のフラットビームとなっています。はい、ではエレベートツアー V3 の打球感についてお話をしていきたいと思います。今回貼られているストリングはですね、ソルティスパワーになります。まあ、星型のちょっと硬めのポリエステルですね。はい、で、このエレベートツアーなんですけれども、予想するよりはちょっとマイルドな感じがありました。まあ、前作も打ったことあったんですけれども、まあ、シリーズの中で一番 RH も高いっていうこともありましたし、まあ重量はあるんですけれども、かなりこう振るのも大変だったし、インパクトでの手応えっていうのもがっつりくるようなタイプだなというふうに感じていたんですが、それと比べるとですね、少しこう角が取れた感じになっていて、あら こんなにマイルドな感じだったっけなっていうのは今回ちょっとびっくりしたというか、あ、予想と違うなというふうに感じました。ただもちろんこの 21mm、22mm ぐらいのラケットの中ではかなりこうがっちりした打ち応えがあると思います。スイートエリアも決して広いとは言えないですし、剛性も高いので、外すとその分腕にがっつりダメージが入るなっていう感じもしたんですけれども、クリーンに当てられる人、スイングスピードが速い人はですね、前作よりもマイルドで気持ちいい打球感っていう風に感じるんじゃないかなというふうに僕は思いました。まあ、僕のスイングスピードぐらいではですね、本当に大したことないし、そこまでこう進化を発揮できているのかっていうのはちょっと何とも言えないんですけれども、まあ、それでも前作よりはちょっと柔らかいかもというふうに感じることができました。305g の、まあ、通常のその98と比べても、実はツアーの方が前作よりもその内答えとか、まあ、打ち味としては変わってるんじゃないかなというふうに感じました。ちょっとね、意外だなというふうに感じました。はい、それではですね、各ショットごとにですね、このエレベートツアーの性能についてお話をしていきたいと思います。でまずストロークですね。はい、オムニコートで、まあ、ラリー練習ですね、軽いテンポで、やらせてもらったんですけれども、まあ、やっぱりまず重さっていうのがすごく感じるので、一度振り出してしまえばですね、その重さでボールにこうパワーが伝わる、飛距離が出るという感じはありました。ただ当然楽ではないなというのも同時に感じました。振り出しのその、まあ、重さっていうのも結構しっかりありますし、インパクトでの手応えの重さっていうのもありますし、ハードルは高いなというふうに思いました。ただ今みたいにこうスライスもある程度スイングを作ってあげればですね、相手のコートの深くまで飛んでいってくれるので、重さを使える人だったらもしかしたら 305g よりも楽にボールを飛ばせる感覚っていうのはあるのかなという気がします。ただね、めっちゃスピンをかけるとかヘッドを効かせるとかっていうのは普通の 305g の方が楽なのかなと思うんですが、ゆったり振るんだったらもしかしたらこっちの方がメリットが感じやすいのかもしれないっていうのはちょっとラリーをしながら感じてました。
でもちろんセッティングも同じですし、フレームの基本的な設計自体は 305g とほとんど一緒なので、まあ、弾道の上がり具合とかは、まあ、引っかかり具合とかですかね、大体同じに感じました。ただ重たさがある分無理にこう振り上げるよりはですね、ちょっとレベルスイング気味にまっすぐこう打ち込むようにするとすごく綺麗にボールが飛んでくれるなという感じがありましたので、打てるボールの種類というか調整できる弾道の幅はツアーの方がちょっと狭いのかなと思います。はい、305と同じではないなと思いますね。はい、やっぱり重さがそれだけありますので、なかなかこう振り回してっていうのはかなりフィジカルのある人じゃないと難しいかなというふうに思います。はい、では次にですねボレーを見ていきたいと思います。まあさすがにこのスペックなのでボレーってどうなんだろうという感じで、かなりやばいんじゃないかと思いながら入ったんですけれども、まあ、意外とこういう、まあ、ボレストぐらいであればまあなんとかなるかなっていう感じはしました。305g の通常のバージョンと同じく、ある程度そのラケットのまあ、剛性による安定感って言ったらいいんですかね、ブレなさ、そしてそこにプラスで今回重さがさらに加わっているというところもありまして、まあこう押して、パワーを伝えていくというよりはですね、もうとにかくセットをちゃんとして、コンパクトなスイングだけして、あとはラケットの重さで負けないように、綺麗にインパクトさせるっていう、そんな意識で打つと、まあ、なんとかボレーはできるかなという感じでした。はい、ただまあ決してボレーがすごいいいとかっていうことはないかなと思いますね。別に取り回しがいいスペックではないですし、ハードルは高いとは思うんですけれども、予想よりはですね、なんとか対応できたんじゃないかなという、そんな感じでした。はい、ではここからはですね、まあ、サービスの方も見ていきたいと思います。でサーブに関してはですね、305g のエレベートの時は、まあ、スライス、フラット、スピン、まあ、どれも打ちやすいなというふうに感じていたんですけれども、やっぱりツアーになるとですね、ちょっとその球種のコントロールというか調整できる幅っていうのは狭くなってるかなという感じがしました。やっぱりあの315をですね振り上げるっていうのは結構きついので、スピン、スライス、ちょっとスピードが落ちてしまったかなと、僕のその筋力では落ちてしまったかなというふうに感じました。ただですね、フラットサーブに関しては意外と良かったですね。はい、当たった時の音も気持ち良かったですし、スコンって飛んでいく、振り切ればこう気持ちよくボールが飛んでいってくれるなという感じがあって、結構ロマンのある打ち味だなというふうには感じました。まあ、これをですね長時間振り続けるのはちょっと厳しいかなとは思うんですけれども、体力がある人だったらどえらいサーブを打ち込むことができるんじゃないかなっていう感じはしました。僕は、まあ、せいぜい、数ゲームしか、全力を出せないぐらい厳しいラケットなんじゃないかなとは思いましたね。はい、でレシーブに関して言うとですね、まあ、正直しんどかったですね。はい、なんて言うんでしょうね、素早いセッティングとかっていうのも結構しんどいし、見ていただくと分かるかなと思うんですが、叩き込むっていうのは別にできなくはないんですよね。まっすぐこうスピードも出ますし、なんならその無印よりも一発の球威っていうのは出るかなと思うんですが、振った分自分がすごい揺さぶられちゃう感じっていうのがすごくありまして、はい、次のボールに反応できない、次のボールに追いつけないっていうシーンが結構散見されて、一度振り切ったら次のボールがもう追いつけないというのが、ままありました。はい、ちょっとねその破壊光線状態になってたなというふうに思います。はい、ここからはですね実際、まあ、試合形式とかでも使ってみて感じたエレベートツアー V3 の良かったところといまいちだったところを正直にお話をしていきたいなと思います。でまず良かったところですね、ここいいなと思ったのはですね、まずはですね、意外とスピードが出るというところですね。やっぱりまあ RA が高いっていうのもあるのかもしれないんですが、個人的には
通常の 98、305g よりも推進力っていうのは出しやすいかなというふうに感じました。まあ、サーブであったりとかですね、フォアハンドであったり、まあ、強くこう振れるショットに関してはですね、その良さっていうのが結構出たんじゃないかなというふうに思います。でそしてもう一つはですね、フィーリングのところですね。想像よりまあ、マイルドって言ったらいいんですかね、まあ、前作で感じていたそのすっごいなんかガチッとしたフレームだなっていうところから少しこう角が取れて、この打球感結構いいんじゃないかと思えるような感じになった気がします。まあ、それでもまだまだかっちりしてる方だなとは思うんですが、前回のそのかなり、きついぜっていうイメージがあったので、まあ、それに比べると実用的な範囲のフィーリング打球感になったんじゃないかなと思います。多分そんな物性値としてめちゃめちゃ変わったっていうわけじゃないとは思うんですけれども、まあ、感じ方の部分でマイルドになったなというそんな感じがします。そして一方でですね、まあ、ちょっとここいまいちだなというふうに感じたのは、まあ、別にこのスペックなので厳しいのは分かっていたんですけれども、それでもですね、ちょっと相性等を差し引いても、まあターゲット層っていうのはかなり、絞られるのかなという印象がありました。まあそれでいいと思いますし、これに関してはメリットデメリットっていうのが表裏一体になっている部分かなと思いますので、今回尖ってていいと思うんですけれども、いやワンセットこれで戦ったんですけどめっちゃ辛かったですね。はい、前半はわりかし振り切れてて、パワーのあるボールでショートポイントっていうのはできてたんですけど、後半になるにつれてですね、まあ、やっぱり振れなくなるっていうこととですね、なんかラケットの重さに自分が振られてるという感じがありまして、まあ、さっきも言ったんですけど一本強打すると足がもう止まっちゃう、そこにこう居ついちゃう感じがしてですね、コートカバーに動けなくなるっていう感じは結構ありましたので、まあ、そこがいまいちだったというか合わなかったなというふうに感じたところです。僕にとっては、まあ、ちょっとこう過剰なスペックというか、まあ、ちょっとこれじゃハードすぎるんだろうなというふうに思うんですけれども、まあ、参考にしていただけたらなと思います。そんな感じですね。はい、ということで今回はですね、ダイアデモの新型エレベートツアーですね、一番重たいやつをインプレさせていただきました。まあ個性的というかですね、非常に尖ったスペックだなというのはしっかり感じることができたんですけれども、ただフィーリング的には前作よりも個人的にはマイルドになったかなというふうに思いますし、まあ、通常の 305g と比べてもそのスペックから想像するように非常にこう攻撃力、まあ、特に推進力っていうのが出しやすいスペックなのかなというふうに感じました。まあそのハードルっていうのは高いかもしれないんですけれども、意外とその重さをしっかり使える人であったりとか、スピンとかよりは深さが欲しいよねっていう人であればワンチャンあるんじゃないかなというふうに思います。なのでまあ皆さんどうぞとは言えませんけれども、興味ある人はぜひ試していただくといいんじゃないかなというふうに思います。より詳細なインプレイに関してはブログの記事の方にまとめてありますので、よろしければそちらも合わせてチェックをしてみてください。またこのラケットの例えば使用感であったりとか性能であったりとか、ここってどうなのっていう気になるポイントがあればですね、ぜひコメント欄の方に書き込んでいっていただければなと思います。まあ、非常にきつかったんですけど、使ってて非常に楽しいいいラケットでした。はい、ワンセットフルにやっても心身ともにボロボロにはなりましたけれども、はい、非常に個性の光る面白い楽しいラケットだったかなというふうに思います。一応ですね、これで無印とツアーですね、2つのスペックインプレさせていただきましたので、あともう1本ですね、ライト 290g の一番軽いモデル、こちらのインプレも今用意しておりますので、そちらも楽しみにしておいてください。今回の動画以上です。それでは。